箱切れです。まあ、過去形はね、なんだろう、めっちゃ簡単です。簡単。はい、めっちゃ簡単です。もうすぐ終わる。もう15分で終わります。じゃあ15分で過去形を教えます。はい。はい、過去形。まあ、現在形、過去形、現在進行形っていうのを今やってますね。そもそも、まあ、現在形、例えば、Go と。じゃあ現在進行形はって言ったら、Going。何 Going ですか ？B 動詞足す Going だよね。現在進行形って言ったら B 動詞足す Going。まあ Is とか Am とか Are だよね。じゃあ今回過去形はって言ったら、これが went になります。これ前回やったでしょ、はい、うん、 go went gone ってこれ覚えろってたよね。つまり何々形っていうのは全部動詞の形ってことだよ。そう、何々形っていうのはこれ動詞の形です。だから動詞の形を変えればいいんですよ、過去形って。要は今までやった文章の動詞の形だけ変えれば終わりなんです。簡単じゃん。これでもほとんど終わりました。例えばじゃあ、はい、肯定文、私は学校に行きます。 I go to school。 これ何形？現在形。じゃあこれを過去形に変えると、まあ、過去形の go の過去形は went なんで、どこを何に変えますか？ go。 そう、これを went に変えて終わり。 I went to school。 簡単でしょ。はい、しかも、じゃあ、三人称単数いきましょうか。He goes to school。 これ現在形でしょ、うん、はい、これ過去形にします。そう、現在形ってさ、さっきから go って書いたけどさ、 goes も現在形じゃん、はい。でも過去形って went しか僕書かなかったよね。過去形って went だけなんですよ。he でも何でも。そう。だから覚える量半分ですよね。終わりです。he went。そう、だから三人称単数忘れとかないです。うん、簡単でしょ、はい、うん。過去形を覚えたら終わりです。はい、意味確認します。I go to school。私は学校に、うん、行きます。そう、学校に行きます。私は学校に行きます。I went to school。意味は私は学校に行きました。そう、私は学校に行きました。もしくは私は学校に行った。はい、He goes to school。彼は学校に行く。そう、彼は学校に行く。He went to school。彼は学校に行った。そう、彼は学校に行った。終わりです、はい、これで肯定文終わり、はい、じゃあ次否定文ね。否定文、私は学校に行きません。 I don't go to school。 これ現在形でしょ。私は学校に行きません。もう面倒くさいから一緒に書いちゃおうか。彼は学校に行きません。He doesn't go to school。 でね。さあ、否定にするとき、don't と doesn't が
か。過去形になると、はい、didn't になるだけです。なんでかっていうと do の過去形が did なんです、うん、do もう一個現在形あるよね。それが does だよね。 do と does、 これが現在形、これが過去形だと did で終わり。はい、ちなみに過去分詞って何だったっけ？ダン。ダンね、そう、ダン。ドネって書いてダンね。ドネ。それ言ったらお前東京ドームが東京ドメになっちゃうけどね。東京ドメ。Do does が did done。Do did done とかね。Do did done ね。なんでまあまだ過去分詞はいいですけど、過去形ね、Do did。なんでこれ didn't、 did not ってことね、これは、はい、did not にして終わりです、うん、じゃあ私は学校に行かなかった、どうぞ。 I didn't went to school。 なんでここ went に変えたのよ。あ、今ここ didn't にしただけだよ。原型、あ、そうだ、原型でしょ、原型、うん、だから I didn't go to school。 そう、なんで原型になるかって言ったら、これなんて言ったっけ、全部仲間助動詞。そう、これ全部助動詞だよね、これ全部助動詞なんで、助動詞の後ろは原型でしょ、うん、うん、そう、原型なの。だから過去形において goes とか出てこない絶対、うん、だから、はい、私は、学校に行かなかった。 I didn't go to school。 じゃあ彼は学校に行かなかった、どうぞ。 He didn't go to school。 そう、 He didn't go to school ね、 OK、はい、OK かな、はい。じゃあ最後疑問文です。じゃあ疑問文、はい、あなたは学校に行きますか。 Do you go to school? と、Yes, I do。 No, I don't。これが現在形だよね。さあ過去形になるとここが何になりますか。 did。 ここ何になりますか。 did。 ここ何になりますか。 did。 終わり。助動詞変わるだけ、 do っていう助動詞が did に変わるだけ、あと全部一緒で原型ですね。Do you go to school? Did you go to school? Yes, I do. Yes, I did. No, I don't. No, I didn't. 型でしょ、うん、だから現在形をちゃんと分かってれば過去形は瞬殺なんです、うん、つまり英語というのは積み上げの科目なので、前の単元をちゃんと分かってれば次の単元めっちゃ簡単なの。でも前の単元をなんか中途半端に分かってたりとか理屈で分かってないと、単元が増えるごとにどんどん分かんなくなってくるんですよね。うん、だからとにかく一個一個の単元をちゃんと深掘りして根本から理解をすることが大事だよね。それを中1のうちにやっていけば、中学校2年生の終わりか中3の頭でこのペースで勉強すると英検2級が取れます。2年生3年、はい、2年生の終わりから3年生の頭にかけて英検2級が取れます、はい、はい。僕の生徒の中学生の、英検合格の平均がだいたい中2で、準2級、中3で2級、中1で3級、今度4級受けるんでしょ、うん、そう、これが平均です。そうで高1か高2で準1級で、まあ頑張った子は1級いくけど、頑張、まあ準1級だから高校行くけどね、うん、OK、うん、じゃあこれ He にしたら疑問現在形で、彼は学校に行きますか。
did あ、行きますか。うん、現在形 does he go to school。 そう does he go to school と、うん、yes の場合 yes he does yes he does no の場合 no he doesn't no he doesn't。 はい、じゃあこれ過去形にすると does が did になって、あと何変わる、あ、その he で did yes he did、 こいつが didn't、 そう終わり、うん、以上です、はい、これで過去形がおしまいです、はい、あとはその過去形を覚えるだけです。あの不規則の、そう不規則と規則と、まあ規則はもう規則なんて覚えればいいんですけど、不規則の方がよく使う動詞があるんで、あれはとにかく声に出して覚えること、はい、うん。